インコメもしくはオウムメ、長考に分類されるメ。日本産鳥類目録改定第7版などでは、本名をインコメとしている。一方で、世界中の鳥類には名を当てた、世界鳥類は名時点では本名をオウムメとしている。オウムメに固有の特徴として、強靭な湾曲したくちばし、直立した姿勢、強力な足、そして、鍵詰爪を持った。 大詞足の跡などが挙げられる。ほとんどのインコ科の鳥は、全身が主に緑色で、部分的に他の明るい色をしているが、中には多彩な色をした種類もある。オウム科の鳥ではその色彩はほとんど白から、オウムネクロの範囲に及び、稼働する羽の冠をその頭頂部に持つ。ほとんどのオウムメの鳥は、性的単型であるか、最小限の性的二なりである。インコはカラス。 カケスカササギと並んで、最も知能の高い鳥の一つであり、またその人の言葉を真似する能力からペットとして高い人気を博している。ほとんどのインコの食事の中で最も重要な構成要素は、種子、ナッツ、果実、花粉と、その他の植物性の素材で、いくつかの種は、昆虫や小動物も食べる。またヒインコは花や柔らかい果実から、 蜜や果汁を採食することに特化している。ほとんどすべてのインコが木のほらに椅子をかけ、白い卵を産み、万世のヒナを返す。現存する種類では、その大きさは、青帽子ケラインコの1 0ム以下、8センチメートルから、スミレコンゴウインコの体長1メートルフクロウオウムの体重4キログラムにまで及ぶ。彼らは、体長という項目に関して、最も変化に富んだ分類名の鳥である。 波外れたインコとしては、性的二型性の大花インコ、飛行せず、レック型繁殖行動を行う、フクロウオウムなどが挙げられる。カカ、ミヤマオウム、天クバタンはとりわけ湾曲の強い上、くちばしを持つ。タイ・ハクオウム、カキャトシュアルバ・ダルマインコ、シタクラ・アレクサンドリー・フクロウオウム・ストライガー・ップス、ハブロプテラ2008年に発表された、超高169種の核 d n a の、 分子系統推定では、スズメメの姉妹群という解析結果が得られている。以下の分類は、IOC ワールドバードリストに従う。和名は、山崎、亀貝に従う。ワイオミング州ニオブララ群のランスクリーク体積から、発見された一辺の15ミリメートルの下口橋の破片が、最初のインコの化石で、およそ7000万年前の後期白亜紀のものであると、言われていた。 しかしその後の調査でこの化石が鳥のものでないことがほぼ確実となり、しななさっと鳥のようなくちばしを持った飛行しない獣脚類恐竜に由来することが立証された。現在では一般にオウムメ、あるいはそのいくつもの関連する鳥類の目を含む共通の祖先は約6500万年前の白亜紀から第三期の大絶滅イベントの頃、 地球のどこかに現れたと推定されている。もしそうだとすれば、この時おそらく彼らはその形態学的という派生形質を進化させていない。大雑把に言うなら、現代の立ち与高、または釜口与高に似た未分化の樹上生活に適応した鳥だったのであろう。口述の古代三季のインコ類も合わせて参照されたい。ヨーロッパは最初に一般にインコのものと認められた。 化石の出土した場所である。最初のものは、もうしたタンタの翼で、デンマークで発掘され、年代は5,500万年前まで遡る。当時の気候は、熱帯気候で、暁新生死神予、境界温暖化極大イベントに一致する。これに続く化石は、死神予の頃、およそ約5,000万年前のものである。複数のほぼ完全なインコ様の鳥の骨格が、 イングランドとドイツで発見されている。多少不確実な部分もあるが、全般的に見て、これらは現代のインコの直径の祖先ではなく、北半球で進化したものの絶滅してしまった同族の系統であると見るべきである。これらはおそらくその祖先と現代のインコとを結ぶミッシングリンクではなく、むしろインコやオウムと 並行して進化したオウムメの系統であり、それ自身の独自の固有派生形質を持っていたので、あろう。現代のインコの最も古い記録はおよそ2300万年から2000万年前にまで遡り、これらも全てヨーロッパで出土している。これに続く化石記録は低。これもまた主にヨーロッパからであるが明瞭に現代のタイプのものであると識別できる骨格からなっている。 南半球には北半球に匹敵するような興味深い時代に関する化石記録が存在せず、また2000万年前の中心より古い時期の基地のインコ様の鳥の遺物も含まれていない。しかしながら、この点に関しては最初の明白なインコの化石が発見されており、その上くちばしは現代のオウムのそれと見分けがつかない。いくつかの現代の族は暫定的に、 中心予期源とされているが、その明確な記録は高々かか500万年程度、遡ったものに過ぎない。命名されている、化石のオウム木の属はおそらくすべてインコカないし、その、祖先の近縁である、いくつかの古代三期の化石はオウム目の化石であると、明確には認められていない。オウム化は、インコ化とは、明白に異なっており、頭部に稼働する関羽を持ち、インコ化とは異なる。 配置の頸動脈を持ち、胆嚢があり、頭蓋骨に相違があり、そして、羽毛の大工テクスチャー組織を描いている。しかしながら、実際の状況はおそらくもっと複雑である。インコ科の回分類群相互の関係についての理解は、かなり確固としたものになってきているし、種相互の関係についての知見はここ数年で非常に改善されてきている。 しかし、インコ化における異なる系統を赤と考えるべきなのか、それとも俗と考えるべきなのかについては未だに論争が続いている。インコの化石や分子分岐学による年代決定では、その進化における主要な多様化と分岐の起きた時期を正確に決定するための十分なデータが得られず、このため様々な系統が実際には互いにどれくらい異なっているのか。 そして進化によってどれほど素早く、また根本的に変化したのかを断定することは困難なのである。ヒインコは従来大梅第三のトガであるヒインコかとみなされていたが現在ではほとんどの場合インコ化の赤と考えられている。またヒインコを含む全ての大梅の鳥を巨大な単一のトガの範疇に収める考え方もある。現在主流となっている見方は ヒインコが赤としての位置を正当化するに足るだけの差異を持っているとするものである。しかしこの極めて顕著な差異が一位的な深い分岐の証拠ではなく、むしろもっと近縁の系統との差異と量的には違っていないと考えているものもある。生物地理学によればヒインコは明瞭に区別できる系統と考えるのが最良であり、おそらくオウムほど分岐した種ではなく、しかし、 それでも他のインコの種からは隔たっていることが示唆される。1998年のミトコンドリア DNA や2005年の Z 染色体のスピンドリン遺伝子の分析などのような細菌の分子生物学的研究からどんな証拠からも現存しているインコの系統相互の関係がほとんどの場合解決不能であることが分かった。予想外の結果はスピンドリン遺伝子の配列データから 計算系統学により信頼性のある位置決定が可能な現存しているインコの間での唯一の主要な分岐が起きたのがニュージーランド産インコフクロウオウム、ミヤマオウム、カカタイのいずれかとその他のインコの間であったことである。インコはオーストラリアや太平洋の当初、インド、東南アジア、北アメリカの南部地域、南アメリカ及びアフリカを含むすべての熱帯及び 亜熱帯の大陸で見ることができる。一部のカリブ海と太平洋の島々には固有種が存在する。圧倒的多数のインコの種がオーストラレーシアと南アメリカに由来する。複数の種類のインコが南アメリカとニュージーランドの冷涼な温帯地方に進出している。一種類、カロライナインコが北アメリカの温帯に生息していたが20世紀の 初期に刈り尽くされて絶滅した。数多くの種が温暖な気候の地域に移入されて安定個体群を確立している。沖縄インコは現在では合衆国の15の州で繁殖している。いくつかのインコの種は全くの定着性であったり、また完全な渡り鳥であったりするが、大多数はその2つの間のどこかに落ち着いて十分には解明されていない地域間の移動を行ったり、 また種類によっては、完全に、非定着な生活様式を採用したりしている。インコの強靭なくちばし、鍵爪のある足そして側面を向いた目が見られるインコは、時にフックビルと呼ばれることがある。これは彼らの最も顕著な身体的特徴、すなわち強力な湾曲した幅の広いくちばしのことを指している。上側のくちばしは張り出しており、下向きにカーブし、先が尖っている。 このくちばしは頭骨とは融合しておらず、これによりくちばしを独立して動かすことができ、このことがこれらの鳥が噛む際に発揮することのできる、驚異的な圧力に貢献している。下側のくちばしは短く、上向きの鋭い先端を持っている。これが上くちばしの平坦な部分に対して、金とこに対するハンマーのような動きをする。種子を食べるインコは強靭な舌を持っており、これが、 くちばしの中で種子を扱ったり、ナッツの位置決めを助けたりする。これによって、くちばしは殻を割るために、適切な力を加えることができる。頭は大きく目は横向きについている。これは双眼視による展望を制限するが、周辺視野を大いに強化する。彼らは直立した姿勢で、強力な足と鍵爪を持った後をしており、二つの跡は前方を向き。 二つの跡が後方を向いている。オウムはその頭頂部に稼働する羽根でできた冠を持っており、ディスプレイのために起立させたり、畳んだりすることができる。インコは力強い、直線的な飛行をする。大抵の種はそのほとんどの時間を、時間の中で枝に止まったり、木に登ったりしながら過ごす。しばしばそのくちばしを枝やその他の手がかりに引っ掛けたり加えたりして、 木登りのために使う。地上ではヨタヨタと歩くことが多い。インコの食事は、種子、果実、果汁や蜜、花粉と度合いは小さいが、動物の捕食からなっている。これらの中で、ほとんどのインコ科の鳥とオムにとって疑いなく最も重要なものは種子である。大きく強力なくちばしの進化は、種として種子を割って接触することへの適応として、説明することができる。 アラゲエンコを除くすべてのインコ科の鳥は殻から種子を取り出すのに同じ方法を取る。種子はくちばしの間に放置され、下側のくちばしによって殻が砕かれる。するとすぐにくちばしの中で転がされ、残った殻が取り除かれる。場合によっては大きな種子を保持するのを助けるために足が使われる。インコは種子の散布者というよりはむしろ種子の捕食者であり。 果実を摂取するとして記録されているものでも多くの場合彼らは単に種子を手に入れるためだけの目的で果実を食べている。種子は自身を守るため有毒であることがよくあり、インコは科学的によく防御されている種子や果実のこれ以外の部分を食べる前に注意深く取り除いている。新世界やアフリカ、パプアニューギニアのたくさんの種類のインコが粘土を食べている。 粘土はミネラルを放出し、そしてインコの腸から有害な化合物を吸着する。ヒインコ、オトメインコとシワシサトウウは主に果汁や蜜と花粉を食べる。そしてこの食事の素を集めるために先端がブラシ状になっている舌を持っており、同様にこの食事に順応するために腸もある種の特殊化によって適応している。また他の多くの種も、 同じように果汁が得られるようになれば、これを摂取する。一部のインコは、種子や花を食べる他に、動物を捕食することがある。キンバネ緑インコは、水性の巻貝を捕食するし、よく知られているように、ニュージーランドのミヤマオウムは、羊の死肉をあさって食べることがある。また、ヒメウミツバメの養生を殺すことすらある。他のニュージーランドのインコであるムジャオハシインコは、 姫やシナガウミツバメが映像している巣穴に侵入して、放乱している成長を殺す。ある種のオウムや、カカも、また地シを得るために、枝や幹を掘り返すことがある。いくつかの例外はあるが、インコは、数を一メスで繁殖を行い、何らかの空洞に映像し、その映像地以外には縄張りを設定しない。沖縄インコとアグポーに続くのうちの母種の実が木の絵に巣を、アミ、 三種のオーストラリアとニュージーランドのキジインコが地上に巣を作る。これ以外のすべてのインコは木のほらか、そうでなければ崖や貸しに掘られた巣穴や白アリの砂石地上に掘られた穴といった空洞に巣を作る。集団で演奏する種もあり、岩インコの場合、優に7万羽を超えるコロニーを形成する。インコの卵は白である。ほとんどの種でメスが放卵をべて受け持つが、 いくつかの種では、死ゆで分担して放卵が行われる。メスは放卵期のほとんどすべてを巣にとどまって過ごし、オスによって救仕される。混合インコや、その他の大型のインコは、軽選択を採用する種の典型で、低い繁殖率を示す。彼らは成熟するまでに数年を要し、年間に1はないし非常に少ない数の子を育てるが、 必ずしも毎年繁殖を行うとは限らない場合もある。飼育されている個体による研究から、どの種類の鳥が最も知能が高いかについての知見がもたらされている。用具による研究から、インコには人の言葉をモノマネすることができるという特徴があるだけではなく、中には単語をその意味に従って結びつけて簡単なセンテンスを作ることができるものもあることが明らかになった。 カラスはりガラスかけすなどのカラスカ鳥類と並んで、インコは最も知能の高い鳥であると考えられている。事実、インコやカラスカの鳥の頭脳と体の大きさの比率は、高等霊鳥類のそれに匹敵する。鳥類の想定された知的能力に対する反論の一つは、鳥類が相対的に小さな大脳皮質しか持っていないということである。大脳皮質は、 他の動物においては知能を司ると考えられている脳の一部分である。しかしながら、鳥類は脳の異なった部分、すなわち、分足部内側神線状態、上位線状態をその知性の中枢として使っていると見られている。研究によりそれらの種が最も大きな上位線状態を持っている傾向があるということが明らかになったが、これは意外なことではない。また、 カリフォルニア州立大学サンディエゴ文校の神経、科学者であるドクター・ハービーと J ・カートンは、蝶類の生理学の研究により、蝶類の脳の部分が我々のそれに似通っていることを明らかにした。インコはその知能を言語を使う能力に関する、科学的テストによって示したのみならず、例えばミヤマオウォームなどの一部の種類のインコでは道具を使うことに長けており、 これでパズルを解くことができるということを示した。モノマネと会話をする能力多くの種類のインコが人の言葉やその他の音のモノマネをすることができる。そしてアイリーン・ペッパーバーグの研究結果によって、アレックスという名の用具が高い学習能力を持っていたことが示されている。アレックスは言葉を使って対象を識別し、それらを説明し、その数を数えるように訓練された。 さらには赤い四角はいくつありますかといった複雑な質問に80%以上の正確さで答えることすらできた。第2の例は N 騎士という名の別の用務である。N 騎士は戦後近い語彙を持ち、それを正しい文脈で使うだけではなく、正しい時勢で作文できる能力を持っていることを示した。インコには生態がなく、 このため音は分岐した機関の口全体に空気を噴出させることによって作り出される。異なった音は気管の深さと形状を変化させることによって作り出される。従って話すインコは実際には様々なバリエーションでさえずっているということになる。ヨウムはその話す能力でよく知られているが、これはおそらく強靭な気管かあるいはその精密なコントロールによっているのであろう。 しかしこのことは、オカメインコがヨウむよりも、たくさんの語彙を持つことができるということを意味するわけではない。この能力によって、古代から現在に至るまで、インコは、ペットとして沈徴されてきた。ペルシャのルーミーによって1250年に書かれた、精神的マスナビーの中で、死者はインコを話すように訓練する古代の方法について述べている。インコは、 単語の意味を理解することなく話すことを教えられます。その方法は、インコとトレーナーの間に鏡を置くことです。鏡の背後に隠れたトレーナーは単語を口にします。そしてインコは鏡に映った彼自身の姿を見て、もう一羽のインコが話していると思い、鏡の背後のトレーナーが口にしたすべての言葉を模倣します。森林伐採や農地開発などによる生息地の破壊。 農作物を食害する害鳥としての駆除、食用の狩猟やペット用の採集などにより生息数が減少している種もいる。人間とインコの間には複雑な関係がある。経済的には彼らはペット売買による収入源としてコミュニティに利益をもたらし得るし、また市場性の高い観光の呼び物であり、シンボルでもある。しかしまた害朝としてことに、 オーストラリアのある種のオウムのように経済的に影響の大きい種もある。場合によっては人間による環境の改変によって利益をこむっているインコもいて、その生息域を農業活動に伴って拡大しており、また同じように多数のインコがその生息数を減らしている。その人と親しく交わる愛らしい性質、高い知能、鮮やかな色彩と言葉を真似する能力からインコは ペットとして高い人気を得ており、歴史的にも様々な文化において飼育されてきた。一世紀の初めの大プリニュースの記録によれば、ヨーロッパ人は本性委員子と記述の一致する鳥を飼っていた。何千年もの間、彼らはその美しさと話す能力から珍重されてきたが、飼育することの困難さもまた証明されてきた。 例えば筆者ボルフガングでグラルは1987年の彼の著作ザグレーパロットの中で清水が有害であると考えて船積みされたインコにコーヒー以外を飲むことを許さなかった輸入業者がいたことそしてその行為が輸送中の生存率を向上させると信じていたことを取り上げているペットのインコは鳥籠や鳥小屋で飼われるだろうしかし一般に人に慣れたインコは 日常的に外に出て、スタンドやジムに泊まることが許されなければならない。地域によってインコは捕獲された野生種かもしれないし、飼育下の人工繁殖による個体かもしれないが、野生インコの存在しない大部分の地域では人工繁殖による個体である。ペットとして一般的に飼育されているインコの種類には、には混合インコ、帽子インコ、白色オウム、 ヨウム、ラブバード、オカメインコ、セキセイ,インコ、オオハナインコ、シロハラインコ、パラキート、アケボノインコやハネナガインコなどがある。その気質、騒音の大きさ、モノマネの能力、人に触れられることへの功を、そして世話の方法などは種類によって異なるが、しかしそのインコがどのように育てられたかということが、一般にその個性に大きな影響を与える。インコは、 その美しさと高い知能、そして人と親しく交わる性質のため、ペットとしての人気が高い。1992年に、新聞 USA Today は、アメリカ合衆国だけで1100万羽の鳥がペットとして飼われており、その多くがインコであると発表した。あらゆる種類のペットバードの中でも家畜化されている、石製インコや、一般的なパラキート、小型のインコなどが最もポピュラーである。 インコは優れたコンパニオンアニマルになることができ、その飼い主と近しい愛情を深い絆を形作ることができる。しかしながら彼らは決して飼うことの容易なペットではない。その健康的な生活のためには、救助やグルーミング、獣医の診察、訓練、おもちゃを与えることによる環境強化、運動、そして他のインコや人との社会的インタラクションなどが必要である。 大型の白色オウムや帽子インコ、混合インコといった一部の大型種のインコは80年に及ぶ非常に長い寿命を持つことが報告されており、100年を超える年齢の記録もある。ラブバードやサトウチョウ、セキセイインコといった小型のインコは15年から20年程度の短い寿命を持つ。インコの中には非常にやかましい種類もある。ほとんどの大型のインコは、 破壊的なことがあり、このため常に新しいおもちゃか木の枝や岩で遊ぶためのものを供給することが必要である。大型のペットのインコの中でもその多くが高い人気と、長明、そして知能のために長い生涯のコースの途上で新しい飼い主に引き取られるということが起こる。一般的な問題とはこうである。つまり可愛らしい。 穏やかな幼鳥として購入された大型種のインコが複雑で多くの場合手数のかかる飼い主よりも長生きする成長へと成熟する。これらの問題のために、そしてこういったホームレスのインコを犬や猫のように安楽死させられないという事実からパロットレスキューやサンクチュアリといった施設がより一般的になってきている。ペットとしてのインコの人気は 鳥の売買取引を流星に導いた。この結果、現在では絶滅の危機に瀕している種もある。野生のインコの捕獲に加え、生息地の破壊により生存が難しくなったり、種類によっては不可能にすらなってきている。野生インコの売買はいくつかの国では衰えることなく続いている。二千七年一月にはメキシコにおける野生インコ取引を赤裸々に描いたレポートが、 発表されている。このレポートでは、メキシコで捕獲されたインコの大多数は、国内での売買のため国内に留まる。捕獲されたうちわずかなパーセンテージが、合衆国に密輸されると述べている。この問題のスケールは、1996年のトニー・シルバ事件を見ることで理解することができる。これは、テネリフェ島のローロパルケのディレクターにして、 世界的に巧妙なインコ専門家であったとにイシルバがスミレコンゴインコの密輸の角で合衆国において82ヶ月間投獄され10万ドルの罰金を科されたものである。この事件は鳥類の保護及び取引に対する規制の強化を求める声を呼び起こした。各国はそれぞれ独自に国内、国際取引を規制している。例えば、 オーストラリアでは1960年以降固有種の輸出を禁止している。合衆国では唯一の固有種を絶滅危惧種に関する法律エンデンジャードスピーシーズアクトにより保護し、そして他の国の鳥を野鳥保護法ワイルドバードコンサーベーションアクトによって保護している。何百もの n 需要によるキャンペーンや鳥インフルエンザの発生が きっかけとなって2007年7月に欧州連合は野生の鳥の輸入を永久禁止とした。2005年10月末に始まった一時的な輸入禁止措置の前には EU 域内には毎年国際市場の取引量のおよそ90%に当たる約200万羽の生きた鳥が輸入され、そのうちインコは数十万羽を占めていた。合衆国においては移入種のインコを保護する 国内法がない。メキシコには、自国の野鳥を捕獲、売買するための免許制度があるが、法律が十分に執行されているとは言えない状態である。インコは、人々の著作や、物語、美術、ユーモア、宗教そして音楽などに何千年もの間大きな位置を占めてきた。ローマの詩人、オイディウスのオウムの死に際して、から何千年も後のモンティ・バイソンの死んだオウム。 スケッチに至るまで、インコは、数多くの文化の意識の中に存在してきた。人間の文化におけるインコに関する最近の書籍としては、パロットカルチャーなどがある。古代においても、そして現代でも、インコの羽は、式典や装飾のために使われてきている。インコという主題は、動物偶意団のような中世文学の中で、人間の状態を表すために使われている。 彼らはペットとしても長い歴史を持っているのである。現在インコはたくさんのメディアで大きく取り上げられている。ペットとしてのインコのために発行されている雑誌もあるし、またインコの保護のための雑誌もある。最近の小説でインコを扱っているものにはマイケル・クライトンのネクストがある。映画ではポーリーが、またドキュメンタリーとしてはザワイルド・パロッツ・オブ・テレグラフ・ヒルがある。 インコは神聖なものとして考えられていたこともある。古代ペルーのモチェの人々は鳥を崇拝して彼らの芸術の中にしばしばインコを表現した。モチェのインコ。200AD ラーコミュージアムコレクションリマ。ペルーインコは国家やナショナリズムの象徴としても使われる。ドミニカの旗にミカド帽子インコを見ることができる。オーボーシーインコは カリブ海の国セントヴィンセントグレナディーンの国徴である。インコに関する言い回しが現代の英語に色を添えている。パロティングという語を辞書で見ることができるが、これは丸暗記で繰り返すという意味である。他にもイギリスで使われる決まり文句にックアズエ A パロットというのがある。ミュージカルアーティストのジミー・バフェットのファンたちは自らをパロットヘッツと呼ぶ。 一生の仕事としてインコに身を捧げることが可能である。動物園や水族館ではインコの世話をし、そして訓練をするために飼育係を雇っている。獣医の中には、鳥類の医療に専門化してインコを専門に扱っている者たちもいる。生物学者たちは野生のインコの生息数について、研究を行い野生インコの保護の助けになっている。 ブリーダーはインコを繁殖させペット売買のため販売している。サンフランシスコの野生オナガアカボウシインコアラチンガ、エリスロジニツ、この個体群は書籍と映画ザワイルドパロッツ・オブ・テレグラフ・ヒルの題材になっている。いくつかの種類の逃げ出したインコたちがその本来の生息域の外に野生で定着するようになっており、中にはおおむめの自然の生息域を超えているケースもある。 その中で最も初期の事例がフィジー島産のペットのキサキインコでトンガ諸島南部に定着して新たな個体群を形成している。これらの移入は有史以前に行われておりトンガ諸島のキサキインコは1770年代にキャプテンクックによって記録されている。逃亡したインコたちがカリフォルニアやテキサス、フロリダの市街地で繁殖し始めたのは1950年代の ことである。彼らはその驚くほどたくましい適応性をヨーロッパや北アメリカの環境において証明している。時には彼らは数が増えすぎて厄介者や害鳥になったり、土着の生態系に対して脅威となることすらある。刈り尽くされて絶滅したカロライナインコの標本これほど多数の種が個体数を減らしているのにはいくつもの理由があるが、第一の原因は、 居住地の喪失狩猟そしていくつかの種においては野鳥の売買である。インコはいくつもの理由のために虐げられている。ある地域では彼らは食料として羽のために、そして農業的な害鳥として狩られることもあるだろう。アルゼンチン政府が沖縄インコに農業的害鳥として賞金をかけた時には、結果として何千羽もの鳥が殺されたが明らかにこのことは、 全体の生息数には大した影響を及ぼさなかった。ペット売買を目的とした捕獲は、多くの貴重な種や繁殖の遅い種にとって、脅威となっている。居住地の喪失や大敗は、そのほとんどが農業のために引き起こされるが、数多くのインコの種に対する脅威となっている。インコは、木の洞に巣をかけるため、装置の喪失と、 これらの場所に移入された種との競争に対して極めて脆弱である。ことに、老木の喪失は地域によって大きな問題となっている。多くの種類のインコが当初の実に生息しており、そして哺乳類の捕食者に対抗していくために必要な適切な対捕食者行動を書いているために、ネズミや猫といった移入種に対して脆弱である。このような捕食者たちをコントロールすることが、 絶滅危惧種の個体数を維持したり、また増加させる助けになりうる。限定された居住地に生息する個体数の少ない孤立した種は、ハリケーンや噴火といった物理的な脅威に対してもまた脆弱である。キスジインコ小さなカップから果汁を飲んでいる野生インコの個体数の保存を目的とした活動的な環境保護団体がたくさん存在している。 これらのグループの多くはインコに深い関心を寄せるペットの飼い主たちによって支えられている傾向がある。最も大きなグループの一つに国際的な組織であるワールドパロットトラストザワールドパロットトラストがある。このグループは雑誌、シトシーンを発行し寄付とメンバーシップを通して資金を集めるのと同時に有益なプロジェクトに援助を与えている。彼らは22カ国で 保護活動を援助していると述べている。もっと小さなスケールでは地元のバードクラブが保護活動に寄付するための基金を募ることもあるだろう。動物園や野生生物保護センターでは普段野生動物の個体数にダメージを与えるような習慣を変えるための公教育を提供している。最近多くの動物園で採用されている人気のアトラクションが ローリーやロリキートへの給治ステーションである。ここで入場者は小型のインコにカップに入った液体の資料を食べさせる。通常これは教育的な掲示と抗議に関連して行われる。ありがとうございます。